You're listening to Shibuya Cross FM.さあ始まりました、渋谷クロスFMさんからお届けしております。僕たちがチャレンジャーズです。シャキーン進行役を務めさせていただきます。リーダーのリオシと申します。よろしくお願いします。お願いしま す。はい、僕たちチャレンジャーズのラジオ番組、略してチャレラジー。はい、まずはリスナーの皆様に僕たちチャレンジャーズのことを知ってもらいたいので自己紹介をさせてください。はい、はい、じゃあ僕から行かせていただきます。チャレンジャーズのピンク担当の春木聡太です。僕は大阪府出身で趣味はポケモンカードです。よろしくお願いします。はい、パープル担当向井康平です。僕は兵庫県出身で、趣味は料理を作ることです。よろしくお願いします。グリーン担当中野五代です。出身地は滋賀県で趣味は、寝ることです。よろしくお願いします。寝ること。はい、はい、最後に、ブルー担当横田良一です。出身地は東京です。趣味は毎日アニメを見て寝ることです。はい、さて自己紹介もね済んだところでどうですか、浩平くん、ね、初ラジオ番組をさせていただいて、ね、はい、こうやってこういつもと違う、いつもラジオをさせてもらってないので、なんかこういう環境、なんかマイクに向かってこうやってやるのはなんか緊張はしてるんですけど、うん、なんかこういう感じって結構芸能人っぽいなと思ってて、確かにそうね、なんかそうそう、マイクでこうやって話させてもらうのはちょっと芸能人っぽいなと思ってるんですけど、聡太くんどうですか。はい、僕はですね、昔に半年ぐらい、ラジオ番組させていただいてたことがあったので、ベテランだ。はい、まあね、皆さんよりは少しは慣れてるんじゃないかな。めちゃめちゃ俺にドヤ顔で。でもちゃんと落ち着いてる。ほんまに落ち着いてる。はい、確かにな。うん、はい、一番落ち着きがある。まあね、その分ね、ちょっとね、引っ張っていけたらなとはちょっとは思ってます。はい、うん、お願いします。ちょっとだけなん。ちょっとだけね。みんなにも頑張ってほしいからね。それはそうです。はい。はい、五代くんはどうですか。そうですね。僕ラジオっていうのがほんまに初めてで。そうやの。で、そうです。一番なんていうんですかね、田舎から出てきた歴が浅いっていうか、でいつからだっけ、もうちょ1年半ぐらい前に出てきて、うん、で、すごい緊張してるんですけど、はい、今すごい感動してるのがこんな渋谷のね、こんなとこでラジオできて、うん、なんかお母さん、お母さん聞いてるかなってお母さん聞いてる、優しいな。そうね、お母さんお母さんの呼び方が、まあね、僕以外ね、みんな地元関西ですもんね。はい、そうですね。はい、この放送はホームページ渋谷クロスFMさんからも、はい、聞けるらしいし、はい、誰か知り合い来てるんじゃない、聞いてるんじゃない、そう、聞いてるかな、ね、春木さんのお母さんとか聞いてるんじゃない、聞いてるかな、お母さん聞いてるんじゃない。はい、春木さんのお母さんもね、聞いてると思うんですよ、絶対に。おう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 、絶対に聞いてると思うんですけど、うんうん、なんか名前言うのもちょっと気まずいんで。確かに。確かにね。じゃあ、おばの名前でもいいですか。おばの名前はいいんだ。はい、いいね。で、おばの名前。おばの名前はいいんだ。おば、ちょっとまどかって言うんですけど。まどかちゃん。まどちゃん、聞いてる？まどちゃん、聞いてるかな？まどちゃんおるかな？こんにちは。まだ聞いてるかな？まど。一応ね、まどちゃん、うん、アメリカに住んでるんですけど。そうなの、まさかの日本じゃなかったわ。アメリカでもね、ホームページさえ飛べば、はい、渋谷、はいはい、クロスFMさんがね、はい、聞けるので、多分、はい、告知してないけど、聞いてくれてるかな、うん、告知してなくても聞いてるかもしれない ね、うん、たまたま聞いてるかもしれない、ね、もしまどちゃんさんが聞いてたらね、はいはい、ソータにメッセージをね、お待ちしたいですね。そうね、LINE 持ってないけど、LINE も持ってないの、おばのは持ってないけど、うん、その結婚した相手 の LINE は持ってる。なぜなぜどうして血つながってない方を持ってる。でも今日はそれだけじゃないじゃないですか、うん、もう外にね、うん、そう来てくださってるファンの方々もいらっしゃるということで、皆さん寒い中本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでいってくださいね。さ、昼間雨降ってたよね。そうなん、そうなん、そうなんですか。あれ、漁師さんのとこだけ降ってたんですか。親父が洗濯物急いで持って帰ってきて。あ、マジでね、そんなことあった、うん、へぇ、無事今止んでてね、よかったね。あ、まあでもよかったですね、一通りね、盛り上がったところで、ラジオといえばね、これですよ。
何ですか？曲紹介。おあ、曲紹介、ラジオっぽい。おラジオっぽい。まあ、僕はね、素晴らしい、半年間やってたんでしたことあるんですけど、まあお客さんの方が多いよ。お客さんの方が落ち着いてるな。まあ、なんでね、まあちょっと僕からやらせていただこうかなと思います。まあ、かましちゃってください。はい、じゃあ行きますよ。はい、それでは聞いてください。チャレンジャーズでカミングアウト。手に引き出てトントントンってスタートの階段を登っていく予定がなんだか少し雲行きが怪しいぞ。もうこんなんやだ、まさかの初めて渡された衣装はジャージか。毎度毎度応援してくれる皆様、ダダダダ大の大感謝です。恩返しまで知らしお待ちを、ヤババババイのバイのバイで前人未到のピンチドライ、はい、ヤババババイのバイのバイでひっくり返せと飛びたくないか、はい、もういいかいまだだよ、もういいかいもういいよ、そうやっていつか言ってやる、一番になるって言ってやる、かわしたらカミングアウト、ダダ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 ダ、
ということで聞いてもらいました。僕たちチャレンジャーズのオリジナル曲カミングアウト、はい、はい、この曲についてねちょっとおしゃべりしていきたいと思います。おしゃべりましょう。はい、はいはい、この曲はですね、はい、ライブでもねよくやらせてもらう鉄板の曲になってるんですけども。そうですね、鉄板だ、はいはいはい、はい、でね、この曲すごいねライブしてても一番盛り上がる、はいはい、一番盛り上がるな、ね、本当に真似してやすいね、うん、この曲は振りが一緒にできるような振りになっていて、うん、はい、うん、そうですね、サビとか、まあ、サビの後半とかも、うん、全然一緒にできるような振りで、みんなでね、うん、会場が一体となって盛り上がれる曲なので、うん、ね、次ぜひ皆さんライブ会場に来て、うん、この曲をね、はいはい、一緒に踊りたいなって思ってます。やってほしいですよね。うん、ね、これはでもあれなんですか、フリー動画とかは上がってるんですかね。はい、ないですね、今のフリー動画がなくて、ライブ中の MC で振りのレクチャーをしたりしてる。確かにやってるよね、うんうん、ね、動画とかもね、いつか出せたらいいなとは思ってます、ね、そうですよね、やりましょう、はい、ね、ね、直近がいいよね。直近がいい ね, ね, ね、すぐに渡されたやりますか。なんか渡されたんですけどちょっと待って呼んでもらおうと、チャレンジャーズ公式 YouTube チャンネル解説お楽しみにらしいです。やった、ありがとうございます。なんか YouTube のチューブがちょっと違うか、なんか修正されてるちょっと修正されてるけどな、な誰が書いたんかなこれじゃあさ、ね、さっきね、マネージャーさんが書いてたんですけど、うん、YouTube の、うん、B あるじゃないですか最後、はいはい、あれ D に書いてて YouTube、 そうやね、そう YouTube になってて YouTube YouTube って何と思って、まあ、そこで解説されるので、まあ、素晴らしい、まあ1週間以内とかですかね。そうですね、ぐらいにはフリー動画出せたらいいなって、出しましょうよ、それでな、みんなに見てもらって一緒にできたらいいな、そうで、で皆さんもね、広めていただいて、うん、YouTube ね、広めてもらおう、はい、はい、でね、僕たち、まあ、1年ちょっと、はいはい、1年数ヶ月やってるじゃないですか、はい、なんでね、まあ、一旦振り返ってみようかなと、はい、チャレンジャーズについて、はい、いろいろね、話していこうかなと思います、はい、はい、で僕たち、はい、2020年の11月7日に、うん、プレデビューということで、はい、お台場のね、デックスっていうフリースペースで、うん、初めてライブをさせていただいたんですけど、ね、その時お金があんまかけられてなくて、うちらって話、ね、すごい言うじゃん結構ぶっちゃけた話を、はい、お金かけられてなくて、衣装が2000円のジャージだったんですよ。細かく言うと値段も大丈夫だね、はい、全員2000円のジャージを着てね、やらせていただいて、オリジナル曲もなくて、そんな感じでねスタートしたんですけども、ほんと寒い中ジャージで、ね、めっちゃ寒かったよね、海風が。ほんまに11月29日にちゃんとしたお披露目のワンマンをするということが決まったんですけど、はい、それと同時にね、はい、チャレンジャーズっていう名前じゃないですか、うんうん、チャレンジも発表されまして、はい、でそのチャレンジが、うん、プレデビューしてから3週間しかないのに、うん、3週間しかないの、会場を満席にしろというチャレンジが出されまして、うん、なかなかよね、はい、うん、でね、それと同時進行でもう一つチャレンジがあったね、あったあった、チラシを1000枚配りきれっていうチャレンジがあったんですね、うん、ここまでいいよね、はい、チラシはいいんだよ、ライブなんだよ、はい、でね、僕たちはそのためにやもんな、3週間で会場を埋めなければいけないということで、うん、チラシもね、いっぱい配って、でなんとか、うん、その日、11月29日、うん、ライブをすることができて、うん、よかったですよ ね, 本当にね、活動が継続したんですけども、そう、ね、そう、はい、この時本当にきつかった、正直本当に寒い中配ってやし、コロナ禍でもあったじゃないですか、はい、だからちょっと大変でしたよ ね, そうですね、お客さん呼ぶのも、はい、うん、でそのチャレンジをしたらご褒美ってあるじゃないですか、うん、ご褒美、その会場を埋め尽くすことができたご褒美が、うん、活動の継続、うん、その日のライブだったんですよまあ大事よね、大事大事、そう大事ですね、なんかないかなと思ってて、うんうんうん、ね、で1000枚配りきったじゃないですか、うんうん、で1000枚配ったらさすがに何かあるだろう、うん、それはそうと思ってて、うん、まあ2000円だったじゃないですか最初がね、だから20万ぐらいくんじゃない、ちゃんとしたお披露目の時は衣装ができるんじゃないかなって思ってほしい、わかる、そしたら、うん、
そうあの現場で、うん、あのライブ中に、うん、あのご褒美をもらったんですけど、うん、それが懐かしいチラシ3000枚だったんです。なんだこの会社は。会社は関係ないよ。会社は関係ない。最初2000しかかけられてないとかそういう悪口はダメなんだけど、言ってんねんもうそれ。はい、でね、なんとかね、まあそのまま活動してたんですよ、うん、はい、で、その3000枚もなんとか配りきって、うん、配ったね、大変やった、めっちゃ、はい、そしたらちゃんとご褒美が出たんですよ。出たね、新賞、出たね、新賞、新賞、出た出た出た、でも、うん、つなぎ、つなぎ、はい、つなぎ、このつなぎね、このつなぎも3850円なの。すごい細かくしてる。めっちゃ細かくしてるじゃん。2倍ではないよね。2000円から3800、まあ約4000円、うん、そうですよね、倍のクオリティになったということで、ここで話すために調べたやろこれ。はい、ちょっとあの調べてもらいました。でもこの何ですか、ね、つなぎ衣装でどれぐらい来たんですか。でも、はい、どれ来てたっけ、半年ぐらい、半年ぐらい、半年も来てた、はい、僕たち一応ね、事務所所属のアイドルとして、そうなんだよ、芸能してたんだよ、アイドルなんだよ、はい、ジャージつなぎ、確かに、でアイドルして、忘れてたアイドルって、はい、アイドルじゃないと思われがちじゃなかった、そうそう、うん、お台場とかで、うん、お笑い芸人さんですかって、わかる、チラシ配ってたら言われんねんな、だってジャージ着てチャレンジャーって名前やったらもうなんか芸人っぽいアイドルって言われる、うん、それな、うん、YouTuber かお笑い芸人かとかしか思われてない、うん、でもね、なんとか半年間やってて、はい、で半年後に新衣装の、リツイート企画が始まって、あ、懐かしいですね、うんうんうん、でそれの企画が100リツイートでズボン、うん、はい、300リツイートで上の服、お、上の服、500リツイートで靴だったんです。最高や、はい、うん、でね、この企画、あの僕たち以上にお客さんが本当にずっと衣装を欲しがってくれてて、ね、本当にね、だからあの500リツイートって結構まあ大変じゃないですか、うん、あの半日いかずに、うん、あの達成して、え、そう、ほんまにすごかった。速さがスピードがやばかったですね、すぐ達成して、本当に早かったですよね、ありがとうございます、うん、これで100いかなかったら全裸だったんですよ。やばいね。パンツも履けないの。はい、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。期限決まってたんで一応、うん、あのお披露目の時が、確かに、ふんどし、よかった。ふんどし、そこまでなかったら、あの上の服ないかズボンないか、いや、やばいよね、そうですね、感じだったんですけど、うん、よかったです ね7月末に、うん、お披露目することができて、うん、ね、その衣装は、その衣装が今着てる、そう、これですよ、応援団をモチーフにした、そう、初めて、あの既製品じゃない衣装、うん、作っていただいてね、最初ね、あの僕、あの2000、4000って来たらもう8000かなと思ってたんですけど、うん、これは値段言わないんですけど、うん、まあ、もうちょっと上でした、ちゃんと、うん、ちゃんとかけてました。よかったですね。ちょっといや、めっちゃ嬉しかったよ正直。いや、本当になんか感謝しかなかった。まあ ね、本当嬉しかった、本当に感謝ですね。なんか見た時、初めて見た時すごい感動したもん、うん、感動ってね、衣装、ほんまに俺らこれ着ていいのそう、それはそう、うちら衣装できるんやと思って、当時の子供の顔がめっちゃうーんみたいな、うん、だってもう、だってもうだったの、ずっと鏡の前いたもん俺。すげーって、わかる。そうで、最初なんかあの、うん、ボクサーの服にするとか言われたり、あったね、そ、あのバスケの服とか、うん、そういうユニフォーム系を、ね、ね、ユニフォーム系があったんですよね、なんとかね、応援団になって、うんうん、ね、で、まあチャレンジャーズなんで次のチャレンジがそろそろ発表されて、うん、で、そのチャレンジがですね、はい、もう1周年が近くて、あっという間だね、そんな時期でしたか、はい、で1周年のチャレンジだったんですけど、はいはい、また会場を埋め尽くさなければならないというチャレンジが発表されて、1周年でしたもんね、はい、でね、それ、うん、まあ、そういうのって事前に内容聞いたりするじゃないですか、結構、うんうん、言うのもあれなんですけど、うんうん、でもこの時解散までは聞いてなくて、わかる、初めて手紙を読んだ時に解散って文字が書いてあると思ってもうなんだこの会社は、天の声さんがね、解散ばっかり、なんか埋め尽くさなくても別に解散じゃなかったんですよ、元々の手はね、それはそう。でも僕あの天の声みたいなこともやってたんですけど、ね、懐かしいね、初めて本当に読んだ時に、うん、解散と思って、いや本当思った、はい、ほんまに思った、本当にこの会社はいじめてくるなと思ってやってたんです、そんなに解散させたいのかと、ね、で解散したくないじゃないですか、うん、僕たちもね、うん、なので、ね、あの路上ライブとかもし始めまして、ね、海老名とかでさせていただいてたんですよ ね寒い中皆さんも来てくれたりとか、うん、無事に達成したからね、はい、よかったですよ ね、ほんまにそれはそうなんですよね、はい、できてますから、はい、まあでもそんな沈みもねあったけどね、はい、まあ、努力の甲斐もありまして、はい、去年11月にね行わせていただいたね1周年ライブでは、はい、300人の方に、はい、来ていただくことができました、はい、ありがとうございます、ありがたいですね、ありがとうございます、ですが、はい、
まだまだ僕たちのチャレンジが終わったわけではありませんよ。はい、はい、終わったわけではありませんよ。大きい声出したら本当にご、まあ、ごめんなさいなんですけど、事前にね、はい、ファンの皆さんに、はい、こんなことにチャレンジしてほしいっていうのを募集させていただきました。おお、応募させてもらったんですね。早速ね、読ませていただきたいと思うんですけども、はい、ちなみにこちらの、はい、チャレンジ募集なんですけど、はい、2種類募集させていただきました、ね、応募しましたね。厳しめのチャレンジと、はい、軽めのチャレンジさせていただいたんですけども、はい、横田さん、なんか軽めのチャレンジ、なんか横田さんだったらこういうの送るなみたいなありますか？僕でしたら、はい、まあ、例えば先日僕ウィンダーゼリーあるじゃないですか、はい、10秒飯って言われてるじゃないですか。 あれを俺は実際に10秒で食べれるというか飲めるのかチャレンジを自分でしてました。で実際は無理です。無理なもうみたいになっちゃうの本当に。それウィーダーに怒られない？大丈夫？でも僕がした時はできましたよ。そう、できた、できました。だから俺の吸引力足りなかったかもしれない。吸引力でも軽めかなと思うかな、うん、ダイソン並みに吸引力頑張ってください。それはそう、はい、向井さん重めとか、なんか向井さんだったら重め何にします？重めですよね。体重じゃないよ、うん、おい誰がデビューお前。体重じゃない。なんですかね。まあでもやっぱりなんていうんですかね、なんか路上ライブをやったじゃないですか、うんうん、だから路上ライブで皆さんに、まあ、あれですけど投げ銭してもらったお金でいろんなところで路上ライブしながら、うん、フォロワーを1万人目指すっていう。あーね、うん、ちょっとやりたくないですか？どの辺日本とか一緒？どこからやってく？北海道からやる？北海道行ってギターのケースみたいなパカッてして、そう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 、やってみたいねんな、ちょっと。それで旅費とかを稼ぐの？そう、だから会場費とか旅費稼げんかったらもう公園で野宿歩いてね、そのままね、そうそう、でなってまうけど。でもなんかそう、北海道から出れるようにっていう感じでもあるかもしれへんけど。じゃあうちら北海道に閉じ込められる可能性が。そうそうやで、だからほんまに稼げへんかったら北海道でずっと活動するグループになってまうんだけど。そこでね、60歳まで頑張る。そう、60年もかかる。はい、まあ、ということでね、何個かね取り上げていきたいなとは思うんですけども、はい、紙手元にありますか？あるある、ね、結構たくさん皆さん送ってくれてる。軽めチャレンジからちょっと見ていきます。はい、ありがとう、みんな送ってくださいまして、ね、ありがとうございます。本当に皆さん優しくて、うん、厳しめのチャレンジも結構優しいのが多くて、そう、優しいらしいですね。本当にね、ありがたい、うん、愛ですよね、うん、愛感じてるよみんな。はい、ちょっと今コビ打った、うん、大事よかった、好感度上がったな、ここで。そう、上げとかな。どこで上げてんねん。結構いろいろ着てるよね。そう、いろいろ着てる。軽めだと、まあ例えばある？なんかあ、でもね、俺軽めでちょっといいなと思ったのがあって、はいはい、まあ僕以外実際関西人じゃないですか。はい、そう、関西弁禁止チャレンジってちょっといいんじゃないかなと思って、ね、はい、こちらちなみに難しめチャレンジに入っております。あ、これ難しいの？簡単ではございません。あ、そっか、そっち3人からしたら重いか。まあそうなんか重いですね。そうだよ、出てしまうんで、うん、今も出てたから、そう、なんか敬語でずっと話さなあかんっていう感じになっちゃいますね。はい、標準語なんでイントネーションからね変えていかなきゃいけないので。イントネーション、イントネーションも関西弁に含まれるの？変えていかないといけないので。あ、ちょっと今から10分くらいやりますか？あ、頑張ってる？俺多分もう多分できないんですけど。多分できないんですけど。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは、向井康平です。ということで、でもね、こういうの定期とかでもね、確かに確かに、そうですね、うん、そうですね、ライブのね企画でやってもいいかもね。わかる。ね、簡単なやつで言うと、簡単めこう、簡単なやつどれかありますかね。ぴったり10秒測定チャレンジとか。あ、10秒測定チャレンジ、いいですね。ロボットかな。ロボットかな。向井さん、標準語とロボットは違うんです。それはそれでイントネーション間違えてます。そうですね。はい、治らない。はい、ということでね、これめこう、はい、なんかタイム、何ストップウォッチとかで、うんうんうん、なんかたまに遊びでやったりしません？こういうのやる、ね、10秒チャレンジとかな、一人でしたりもする。あ、分かる。一人でやるの、うん、寂しくない？家で一人で、ご用できるかな。友達紹介しようか。呼んで、その時は。俺ら呼んで、うん、それは友達紹介する、ね、そう、呼んでほしい、うんうん、ありがとう。これもあ、でもウィダー早飲みチャレンジあるよ。あ、あるやん、あるやん、ほんまや。りょうちくんができなかったウィダー、ね、じゃあこれちょっといいじゃん。本当だ、もう一回再チャレしたいよ、うん、いいじゃん、あるじゃん、うん、やろうよ、俺、うん、ウィダー飲めないんだけど。あるじゃん、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 ウィダーちょっと苦手で、ね、はい、ゼリーとかそういうのが俺苦手なんです。あ、ダメなんだ、はい、
なんで俺だけちょっとヤクルト10秒チャレンジでいいですか。なんでヤクルト10秒チャレンジいけそうかなと思う。いけるよヤクルトは。ヤクルト10秒チャレンジ、ヤクルトは、ね、いけますよね。いけるでしょうね、はい、で厳しめとかだと1万枚ビラ配りとかありますよ。あーでもなんかこれはグレードアップしたチャレンジとしてあるんじゃないグレードアップ、ね、1000枚、うん、3000枚ってきたら、うん、1万枚かな。これでもやれそうじゃない、うん、でも意外とあの、うん、3000枚の時ってあの最終ビラ編切羽詰まってたじゃないですか、うん、詰まったね、確かに衣装のお披露目が近かったので、ね、で1日に800枚ぐらい、そうね、配ったね、最後配ったんで、うん、その1日で800枚配れたら秒で300枚、ね、じゃあ3000枚いけるだろうと思うんですけど、まあね、夏休みの宿題みたいな、毎日本気出せって話よな。それはそう、ごめんなさい、本当にすいませんでした。反省反省してる。ラッカーもらってるからね。誰のいるでも1万枚ビラ配りちょっとありだと思います。すごいね、全然ありだと思います、ね、1週間とか期限決めて、うん、やってみたいですよね、うんうんうん、1週間ちょっと今ちょっと厳しいこと言ったな、うん、大丈夫、そのつもりで、まあね、ちょっとチャレンジしてもいいのかなと思う。1日で800枚しか配らない、ちゃんと尻叩かれんとできひんから、うん、やばい、1日で9000枚ぐらい配らなかったら、お前配ってねえんですよ、お尻叩くのに物理的にヒーって言ってね。で、フルマラソンもありますよ、これフルマラソン 42.195 キロ、フルマラソン、うん、あ、フルマラソン、でこれリレーってことは4人で、ま、回してってこと、箱根駅伝スタイル、ね、リレーよりはえソロの方がいいんじゃないですか、ね、ちょっと言いたいよね、 42.195 キロって、まあ、結構これって厳しいでしょ、まあね、多分だいぶじゃない、学籍にはそれはそう、学校のでしかない、学校ぐらい大会でしか走ったことない、そうだ、陸上部でしょ、なんか陸上部だけど短距離だったから、わかる、でも中学生の時に10キロマラソンは出たよ、どう、え、なんか本当にしんどかった、なんか10キロやで、でもでもあの40何分とかだったかな、10キロ10キロ40分かかる、うん、現役でそれだから、やだ、本当にあのね42はねやばいと思う、え、でも正直ほんまにそうやん、これできたらこんなできるアイドルいないよ、まあ、ね、いないですね、なんか他の子になんかチャレンジャーズってどういうグループっていう、うん、紹介もできるよね、確かに、ね、なんかみんなフルマラソン走り切ったんだよ、そう、分かりやすい、ね、ちょっとアイドルそれ芸人やってきてる大丈夫かな、できたらかっこいいよね、できたらめっちゃかっこいい、ちょっと前向きに考えてみますか、やりたい気持ちはすごいあるねんけど、準備感めっちゃいるで、うん、それはそう、準備しないとね、まあ、1年以内にぐらい、うん、やっぱマラソンって冬だから、うん、あ、そうだったね、冬が多いからね、多いですね、だからまあ来年の冬には頑張りますか、ちょっとやりたいですね、うん、来年足ムキムキになってる、まあ、ですね、うん、次のシーズン、冬のシーズンぐらいには、うん、やだ、あとさ、はい、ギネス記録ってちょっとこれはどう、あ、ギネスいいんじゃないですか、確かになんかチャレンジイコールギネスみたいな結構あるっすもんね、うん、やってみたい、できるんじゃない、うん、ちょっとティッシュやりたいもんだって、あのね、箱ティッシュを片手で、あの箱とか触らずに何枚抜けるかみたいな、そうそうそう、ほんまにやってみたい、あれテレビで誰かやってましたね、やってました ね、 ね、うん、なんか楽しそうと思って、ね、やってみたい、ね、そういうのもね挑戦していきたいですね、はいはい、なんでまあまあということでですね、うん、そろそろ ね、まあ、まあ そろそろちょっとまとめていきますか、そろそろあのねこれはね持ち帰りたいと、うん、はい、持ち帰ってね、まあこの中で、うん、そうこの中でも、まあそう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 、じゃあ涼一くん、はい、リーダーとして今後していきたいチャレンジとかってあったりする、はい、チャレンジですか、チャレンジ、チャレンジ、まあそれこそやっぱギネス記録ちょっとやりたいなって思う、あ、やってみたいですね、言ってたもんね今も、そうね、だってさ、うん、ギネス記録持ってるって結構とんでもないよ、うん、結構とんでもない、うん、え、なんか飾りたい事務所に、飾りたい、なんかさ、事務所に何個か建てあったりするじゃん、そうよね、あれの上から俺らの置こうぜどういうこと、ちょっともう過去の栄光いらねえんだよ待って、あまり言い過ぎる方がいいじゃない、こんだけ頑張ってきたのにさ、反省、事務所反省してる俺事務所の人反省、やめなさい、まあ、そこの一つに置きたいよね、そうそう、うん、上からじゃなくてね、横にね、うん、そうね、横に横寄り添っていこう、寄り添っていこう、ひっそりね、うん、ひっそり、でも例えば何があるんですか、まあ事前にちょっとマネージャーさんの方に調べていただきまして、ちょっといいものを選んだんですけど、はい、まあ、1つ目が5分間5分間5分間にお寿司を食べた関数が32貫、あ、いけるいける、16皿16皿かまんかったらいけるやろ、5分間5分間、うん、
いけそうでいけへん。いけるくない？俺お寿司大好きだからいけるんじゃないかなって自信。あれじゃない、あのめっちゃ高いお寿司屋さん行って、うん、あのシャリがスカスカのなんかスカスカじゃないあのふわふわスカ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 って言うとこあるけどよ、うん、詰まってないじゃん高いとこのお寿司屋さんってシャリが、うんうんうん、そうやな、ああいうのだったらワンチャン、もう喜んで食べさせてくださいよなんかネタによる、何のネタによるかな、ネタによるかな、イカとかだったらやばそう、そう、ね、卵とかも多分無理、あーね、うん、高いお寿司屋さん行ったことない俺今度ね連れてってもらおうよ、連れてってもらおう、リーダーの涼一くんが連れてってくれます、やった、ありがとうございますぜひなんで見のお客さん待って、はい、なんでよ、叩いてますよ、優しいね、大好き、ちょっと、まあ、他なんかありますか、はい、まああともう一つは、はい、1分間で顔に何枚付箋を貼れるか、はい、おこれちなみにギネス記録だと58枚なんですよ、はい、やった、そうたくんでやろう、想像つきます、うん、そうたくんの顔でやろうや誰の顔がでかいねちょっとむくんできてほしい、しかも今日ちょっとむくんでるねそうなマスクしてるけど、え もうちょっとむくんでもらいたい、昨日夜中にあの蒙古タンメン食べてほんまに、うん、そっからポテチも食べてもらってでジュース飲んでもらって来てほしい、なんやったら朝からじゃがりこ食べためっちゃ食べるやんなんでおかしい、大好きいいですね、でも本当に、マスク何枚分ぐらい、4枚分ぐらい、マスク4枚もないわちょっと待って、もうあっても2枚ぐらいやん、さすがにマスク4枚の顔ってもうでかすぎるこれぐらいなんで今の2枚分でも4枚あったら余裕じゃないですか、だから4枚分の顔でかくしていってほしい、待って待って、子供用でも4枚がいかんちゃんと M サイズで4枚分やってきてもらってこれやったらもうギネス記録確実に取れるから、絶対取れる、そう、それは4枚分あったら58枚貼れる、100枚貼れるわ、100枚ぐらい貼れるわ、これはいけるよ、最近そうだ、ダイエット始めたのに頑張って太ってもらわなきゃ困っちゃうみたいな、太っていいのね、じゃあじゃあ今の2倍ぐらいの大きさにそう、2倍ぐらいの大きさになってもらってから、今マスク2個分だからね、うんうん、もう、まあ、どこにいても分かる、ちょっと分からないことなのでちょっと最終的にはちょっと割と本当にありえそうなものをちょっと持ってきましたそうですね、そうですね、まあ、まあもう一つは、うん、1分間で膨らませる風船の数、はい、なんああいいじゃないですか、3個ですよ、あーいけるいける、あーこれいけんじゃん、1分間にそう20センチ以上の風船を3個、20センチ以上らしいですよ、20センチって大体どんぐらい、これぐらい、これがいや分からへんねんからこれラジオやから小指と親指でアロハーってした時のアロハーってした時が多分20センチぐらいだったから、絶対指の長さにみんな関係せえへん、アロハの時計みたいな、アロハオッケーみたいな、でもうちらねやっぱ普段歌って踊ってってしてるんで、うん、確かに肺活量はね、うん、人よりはあると思うんですよ、やったやん、自信あるなこれは、ね、だからこれちょっと今度やんない、うん、次のライブとかで、ちょっとありですね、うん、挑戦してみたい、うんな、これやりたいな、ね、マイクいらんくなるかも、ほんまにできるってなったら、うん、なんかギネスのさ認定の人呼んでさ、やったやん、やったやん、どうするこれで、通ったらもう事務所の盾の前に置くんだよ他のグループの盾の前に置くんだよ、前じゃないって、前じゃ横に寄り添って置くの何で寄り添わせるやん他の盾の前に置くのよ、なんでそこ、なんでそこ飛びつくのよ仲良く仲良くしようよ、そうですね、やっぱ今事務所の中でチャレンジャーズが一番すげえんだぞって言わなきゃいけないから、まあ、それはそうよ、ね、それはその気持ちで言いないと、ね、うちらギネス取ってるからっつって取ってるからっつってそれはそうそしたら本当にソータのおばさんのマドさんに言った方がいい俺らギネス持ってるアイドルだからみたいな、マドちゃんにわざわざ言うのいやこれ今から聞き始めたらマドちゃん分かんない、雑な伏線回収やなそれはすごいそれな、はい、まあそんな感じですかね、持ち帰りますか、はい、ね、チャレンジやったんですけど、なんか僕やっぱりフルマラソンいいなと思ってそうね、フルマラソンもね、前向きに、待って、これ話したな前向きに考えてね、そうですね、ちょっと記憶込んでる、それではね、先ほどいただいたご応募いただいたチャレンジは一度事務所に持ち帰らせていただきまして、はい、優しいマネージャーと、はい、ド S プロデューサーにド S プロデューサーに相談させていただくことにしましょう、2回も言ったな、そうね、そうですね、あのジャージでやらせるような、本当だよ、2回3かけたりさ本当にね、とんでもないド S どころじゃないよ変わり者だよ、かる今日そんな噛みついて大丈夫それはそうやね、後で怒られへんから居場所ない、怖いよね、心配、このまま帰ろうこの後帰れるかな、無事にはい、でね、向井さんなんか絶対やりたくないとかありました、この中になんか情緒不安定と思われるかもしれんけどフルマラソンやっぱりやりたい、お前どっちやねんやりたいかやりたくないかどっちやねん、え、なんかちょっと足ちぎれそう
ちょっと踊ってる好き好きできひんかもしれない、ね、気持ちはあるけど体が追いついてないみたいな。そう、そうなんですよ、アキレス腱口切れそう。向井さんそろそろお年がね召されているので、お年がちょっと大変なので、まあね、最年長なんで、ね、そうはね、ちょっとフルマラソンはちょっときつい。ほんまにね、あのやらされるから、そんな言っとったら逆に、うん、やらされそうですね、やめといてください、ね、それはそう、はい、そうやね、やりたくありません、はい、まあさて、チャレンジャーズラジオ、略してチャレンジャーズラジなんですが、はい、なんと、はい、なんで今回だけではありません。おぉ、マジですか。はい、ここ、はい、渋谷クロスFMさんにて、はい、2回目の放送が決まりました。やったー、ありがとうございます。最高です。ちょうどね、はい、1ヶ月後ですね。、はい、18時からまたここで生放送しますので。ありがとうございます。嬉しい。3月16日ですね、はい、水曜日から絶対聞きに来て、はい、ね、もしかしたらね、応募いただいた中から新チャレンジの発表があるかもしれませんね。ぜひ楽しみにお待ちください。マラソンかな。マラソン。多分ね。ということで続いてはですね、もう一つのオリジナル曲を聴いていただきたいと思うんですけど、はい、ね、この曲は僕たちチャレンジャーズで初めてもらったオリジナル曲で、はい、はい、お夢を追いかけているという気持ちをね歌わせていただいております。チャレンジャーズのことを思いながら歌詞に注目して聴いてくれたら嬉しいです。それでは聴いてください。チャレンジャーズでドリーマーズ。
聴いていただきましたドリーマーズ、はいはい、この曲はですね、うん、あの僕たち初めてのオリジナル曲となってまして、はい、あの先ほども話に上がっていた、ビーツ渋谷での1周年のファーストワンマン1周年のファーストアニバーサリーライブですね、はい、アニバーサリーライブで、アンコールで発表させていただいた、はい、曲となっております。でね、あの僕たち1年間オリジナル曲がなかったんですけど、その思いがねすごいこもった歌詞になっているので、あの改めて皆さん歌詞に注目してね、はい、聞いていただけたらなと思いますね、はい、ライブでもね、定番でやる曲になってますので ね、はい、皆さんライブに、直接聞きに来てください、はいね、歌詞などはあのツイッターに今載ってまして、はい、この後インスタグラムにも歌詞をねアップロードする予定なので、はい、皆さん歌詞にも注目して、聞いてください、はい、SNS はカタカナでチャレンジャーズって調べたら出てきます。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、中野くん、はい、好きな歌詞とかありますか？中野的に一番好きな歌詞は中野的に一番好きな歌詞 は、あのサビの最後っていうか、うん、のところにある、あの僕らが走り出す先が未来だっていう歌詞がすごい僕らのその未来に走っていくっていう感じの夢に向かっていくぞっていうその気持ちがすごい一番伝わるって、俺らが伝えたい歌詞かなって俺は思ってて、一番なんか未来がある感じがしていいですよね、はい、道をみんなで一緒に歩んでいこうねっていう感じがすごい伝えやすい歌詞があって、一番ドリーマーズの歌詞の中で一番好きな部分です、ね、いや俺もそう、感動、そこがねやっぱ振りもそうだし、うん、いいよね、そう 指、 いいよね、指を突き刺してね、うん、はい、ということでね、皆さん曲名でもあるドリーム、はい、夢ですね、はいはい、夢について横田さんから順番にね、はい、熱い思いを語ってください。熱くね熱くね、一回じゃ僕体温めてきていいですか？その時間ないんで、尺が持ちません、はい、まああのね、僕たち本当に、まあまあ、まだ始まってから間もないっちゃ間もないとは思うんですけど、正直ビーツ渋谷成功させたじゃないですか、はい、やっぱここまで来たら、まあ、もっと有名になって2023年に開業するゼップ歌舞伎町で開業ライブしたいなって、リアルにいいですね、リアルに思うかな、はい、うん、今建設中のね、うん、歌舞伎町タワーの、うん、タワーの地下にね、うん、できるのでね、ゼップですよ、すごい大きいよ ね、ゼップだぜ、ゼップですよ、ね、いいよね、うん、もうその時ゼップできたんやったらゼップのツアーとかもできるんじゃないですか、お、言うね、言うね、やっぱあの北海道から路上ライブを回っていく発言する人の考えは違いますね、ゼップできたらいけるやん、今こうして応援してくださるお客さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、やっぱりねこういうお客さんにねもっと素敵な姿を僕たち見せたいなと思いますね、はいはいはい、中野くんどうですか、うん、そうですね、地元になんかファンの皆様とか連れて凱旋ライブとかいいですね、したりとかしたいなと思って、うんうん、なんかチャレンジャーズが今もこうしてやっていけてるのってそのお客さんの応援あってこそやと思うし、うん、そうですね、ほんまにファンの皆様のおかげやからなんか恩返ししたいなってすごい思いました、恩返ししたいですよね、はい、本当にそういいですね、うん、ありがとういつもありがとう、こっちかな、今こっちかな、ちかなありがとう、まあこっちね、でもなんかそんな感じでさあの、はい、チャレンジャーズのファンの方もいらっしゃいますけど、うん、でもやっぱり一番なんかそばで支えてくれたりとか、うん、こう言葉をかけてくれるのって僕親だと思っていて、うん、やっぱ親ちょっと呼びたいなと思って、うん、ね、なんか感動して泣いてもらいたいなと思って、うん、そうですね、そうそうそう、はい、なんか一番にありがとうって言いたい気持ちもあるんで、うん、ちょっと呼べたら嬉しいなって思ってますね、はい、うん、ね、ここで親孝行アピールをして好感度爆上げの浩平くん、ね、浩平くんの好感度もね上がったところで、はい、では告知をそろそろさせてください、はい、はい、僕たちチャレンジャーズは毎週水曜日の19時から新宿サークレーンという会場にて単独での定期公演、ライブを行わせていただいております、はい、初めての方はなんと2回まで無料なのでぜひぜひ遊びに来てください、はい、はい、お願いします。そしてね、一番近いライブですと、はい、2月18日約あさってですね、はい、なんとメンバーの中野五代君の誕生日当日ですよ、そうですよ、素晴らしい、おめでとう、場所ですと、神奈川県川崎市にある川崎ルフロンさんという川崎駅すぐそこの、商業施設で行います、はい、入場無料ですので、ぜひぜひ遊びに来てください、お願いします、はい、お願いします、よろしくお願いします。そして、ね、毎月最後の日曜日にチャレンジャーズの単独でのライブを行うんですけども、はい、特別な内容の公演となっておりまして、うん、僕たちメンバーもすごい大事にしている公演になっております、はい、絶対にね
楽しいと思いますし、ここでしか見れない公演になっているのでね、ぜひ皆さん遊びに来てもらいたいと思います。はいね、はい、友達とかもねいっぱい連れて、そうぜひ楽しんでくださいね、はい、ということで、はい、まあ2部制になってるかもしれない、2部制になってるとは思いますけど、その時1部は完全無料なんでね、はい、はい、もし2部制だった場合は1部が完全無料になりますので、うん、皆さんね、ぜひ月末の日曜日、はい、新宿スタークレーンに遊びに来てください。よろしくお願いします、はい、お願いします。で今までの告知などはね、詳しい内容はツイッターなどに上がっておりますので、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。そして先ほども何回か話したんですけど、はい、SNS、うん、ツイッターと TikTok とインスタグラムをしてるんですけど、はい、全部チャレンジャーズで検索していただくと多分出てくるんでどうしたの？あ、ね、出てくるんで、検索してぜひフォローして、で、ね、うん、毎日毎日チェックしてくれたら僕たちも結構頻繁に SNS とかも更新してるんで、ね、開けてますもんね。そう、よかったらフォローして皆さん、はい、ずっと僕たちのこと見ててくれたら嬉しいです、ね、お願いします。よろしくお願いします。ね、あのオリジナル曲2曲あるんですけど、その歌詞もね、うん、載ってるのでね、うん、はい、皆さんぜひ見てください。はい、お願いします。で、今回のラジオなんですけど、アーカイブが残ります。素晴らしい。ちょっと会社の悪い言葉言ってたけど大丈夫かな。え、アーカイブ残ったら俺悪口めっちゃ言ったけど大丈夫そう。結構際どいで。際どいな。はい、でね、そのアーカイブなんですけども、うん、先ほど発表した YouTube の、うん、チャンネル、僕たちの、はい、チャレンジャーズのね YouTube のチャンネルに、はい、アーカイブが上がる予定なので、うん、皆さんその際はぜひチャンネル登録を、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではね、そろそろチャレラジ終了の時間が近づいてるみたいです。五代くん初めてのラジオね、どうでした？はい、なんか最初すごい緊張してたんですよ、初めてなんで、うんうん、でもなんかこうやってみんなで話してるとなんかだんだん気持ちが和らいできたっていうか、確かになんかすごい ほぐれてきてなんかすごい来月のラジオすごい楽しみになってきました、うん、確かに最初緊張してたんですけど ね。でじゃあ次、はい、小平くんはどうでしたか？そうですね、まあなんて言うんですかね、まあ僕滑舌の問題がやっぱ一番大変だったと思うんですけども、はい、ちゃんと聞こえましたかね？大丈夫そうですか？まあアーカイブなどでメッセージ残してもらいながら、はい、でもチャレのなんかチャレらしさがすごい出てるラジオになったんじゃないかなと思って、これ見てもらったらチャレンジャーズってこんなグループなんだよっていうのを分かったかなと、分かってもらえるかなと思った、こういうラジオになったかなと思いましたね。はい、ソタくんどうですか？はい、僕ね最初の方にも言ったんですけども、前にね半年間個人っていうか、まあ、うん、誰かとラジオやってたこともあったので、ね、はい、なんかそんな感じでね、その時はなんかお天気とか交通とかも言ってたんですけども、確かに、今回はね主にフリートークということで、うん、間振り返りのところベラベラ喋っちゃったんですけども、うんうんうん、なんかね楽しく、はい、終われたかなと思います。そうですね、うん、はい、なんでまたね次もね楽しくできたらいいなって思ってます。横田くんは最後どうですか？はい、本当にねチャレンジャーズとして新しい経験ができたことは本当にね皆様のおかげでもありますので本当にありがとうございます。僕たちまだまだ止まらず、いろんなことにチャレンジしていきますので、はい、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします。はい、お願いします。でね、改めてね外に来てくださってる方ありがとう。はい、皆さん本当に寒い中ありがとうございます。本当にありがとう。本当にね、マジ寒そう。本当に寒そうだね。今日何度なんやろ。寒いよね、寒いよね、はい、ありがとうね。ね、みんなペンライトもね途中振ってくれて、そう、ね、嬉しかった。こんなね路上でペンライト振ってたらそれ変な人やで。そうね、はい、でもね本当にねそれでもね応援してくれて、うん、ね本当にありがたい限りですね。みんなで振れば怖くないもんね、うん、はい、なんで来月は来てくれた方全員ねペンライト持っていただいて、おー持たせるのね。ね、また振っていただけたらなと思います。じゃあ俺らもね、ほら、ね、はい、持つか。あ、うちらもね、俺らも持つか、それはみんな怖くない。でもそれあるよ、やろうやろう、やりたいやりたい、はい、なんでね、次回3月16日18時からなのでね、はい、また皆さん、ぜひ遊びに来てくれたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう、本当に、はい、じゃあそろそろ締めちゃってもいいですか？はい、はい、ではね皆さん、それではまた次回3月16日、水曜日18時から放送しますので、はい、ぜひぜひまたお待ちしております。それでは以上、僕たちがチャレンジャーズでした。シャキーン、ありがとうございました。ありがとう。